ソニックの最後の切り札、スーパーソニック。ソニックの体が金色に輝き、とてつもないパワーを発揮します。主に強敵との戦いで登場するスーパーソニックは、ソニックをやってて最もテンションが上がる瞬間だぜ。そんなスーパー化ですが、実はソニック以外にも、スーパー化できるキャラクターがいるのをご存知でしょうか。ということでこの動画では、ソニック以外でスーパー化したことのあるキャラクターたちを、一挙に解説していきたいと思います。今回は全部で6体のキャラクターを紹介する予定だぜ。皆さんは何体知ってるでしょうか。それでは、早速始めていきましょう。まずご紹介するのは、シャドウ・ザ・ヘッジホッグ。ソニックと瓜二つの黒いハリネズミです。ソニック以外でスーパー化といったら、やっぱりまずはシャドウだよな。シャドウは2001年発売のソニックアドベンチャー2で初登場したキャラクターで、エッグマンの祖父、プロフェッサー・ジェラルドによって生み出された人工生命体です。見た目や性格のかっこよさ、ソニックにも引けを取らない戦闘力など、魅力を上げ出したらキリがないキャラクターだぜ。今ではすっかりソニックのライバルポジションを確立した、シリーズ屈指の人気キャラクターですね。そんなシャドウが初めてスーパー化したのは、デビュー作ソニックアドベンチャー2のラスボス戦。物語の終盤、プロフェッサー・ジェラルドの仕掛けた罠が発動し、宇宙に浮かぶスペースコロニーが地球に落下し始めます。そんなコロニーの落下を止めるべく、シャドウはソニックと共にスーパー化を果たすのです。このシーンはソニックシリーズの中でも一二を争う名シーンだぜ。初めて見た時は鳥肌止まりませんでしたね。ソニックはスーパー化すると金色になりますが、シャドウの方は、スーパー化すると銀色の体を手に入れます。またこの頃のスーパーシャドウは、基本的にスーパーソニックと同じ性能になっていました。常に無敵状態でダメージは食らいませんが、時間とともに所持リングが減っていき、ゼロ枚になるとスーパー化が溶けてしまいます。このソニアド2のラスボス戦では、リングがなくならないようにソニックとシャドウをこまめに切り替えながら、隙を見て敵にダメージを与えていくことになるぜ。5分という制限時間もあるのでかなり焦らされる戦闘ですが、実はこのラスボス戦では、時間経過でいろいろなセリフが解放されます。中には制限時間ギリギリにならないと聞けないセリフもあるので、腕に自信がある人はあえて時間ギリギリまで粘って、すべてのセリフを聞いてみてください。そして激闘の末、見事地球を救ったソニックとシャドウだけど、シャドウは初めてのスーパー化に体がついていかず、そのまま地球に落下してしまうぜ。誰しもシャドウは死んでしまったと思っていたのですが、実はこの時、エッグマンが自分のロボットを使ってシャドウを救助していました。そのため、続編のソニックヒーローズでもシャドウは登場します。ですがこの作品ではシャドウはスーパー化せず、次にシャドウがスーパー化したのは、2005年に発売したシャドウが主人公のスピンオフ作品、シャドウ・ザ・ヘッジホッグでのこと。ゲームの終盤で、宇宙からの侵略者、ブラックブームと対峙したシャドウが、カオス・エメラルドの力でスーパー化を果たします。今度はソニックは一緒じゃなくて、シャドウ一人でスーパー化して戦いに挑むぜ。今作のスーパーシャドウは、カオス・スピアという技を駆使してラスボスと戦います。これはエネルギーを光の矢に変えて敵を攻撃する技で、一応ソニアド2でも対戦プレイ時に使うことができたのですが、大きく日の目を浴びたのは今作が初ですね。これめちゃくちゃかっこよくてシャドウにも合ってるから、個人的にすごく好きな技だぜ。このカオススピアには2種類の使い方があり、まず1つ目は、矢を連射して周りの障害物を破壊したり、リングを回収すること。そして2つ目は、力を貯めて強力な矢を作り、ボスにダメージを与えることです。ボスに矢を当てるにはある程度近づかなきゃいけないけど、近づきすぎるとワープされるから注意だぜ。また、今回のボスにも時間経過で解放されるセリフがあるので、自信がある人はぜひ全部のセリフを聞いてみてください。そして見事ブラックブームを打ち倒したシャドウは、そのままブラックブームたちの拠点になっていた星も破壊し、地球に平和をもたらしました。前回はスーパー化に体がついていかなかったけど、今回はそんなこともなく、普通に活動できてたぜ。シリーズが進むにつれて、シャドウも成長していってるということでしょうね。そして、現状シャドウがスーパー化した最後の作品となっているのが、2006年発売のソニック・ザ・ヘッジホッグ。通称新ソニです。今作のラストでシャドウは、ソニック、シルバーと共にスーパー化。そのままラスボスとの最後の戦いに挑みます。今作のスーパー化はマジで激アツ。ストーリーの展開、綺麗な映像も相まって、最高にテンションが上がりますよね。今作のスーパーシャドウも、メインの武器はカオススピアです。連射とため攻撃ができるのも同様で、ため攻撃でのみ、ボスにダメージを与えることができます。でも今回は矢が自動でボスに向かってくれるから、攻撃を当てるのはかなり楽だぜ。今作のラスボスはソニック、シャドウ、シルバーを切り替えながら戦っていきますが、正直シャドウパートが一番安定しますね。そして見事ラスボス撃破。静かに佇む3人がかっこいい。やっぱりスーパー化を語る上では、スーパーシャドウの存在は欠かせないな。見た目的にも能力的にも、スーパーソニックに引けを取らない逸材ですね。最近出番がないのが本当に悲しい。2010年代はそもそもシャドウの出番自体が少なかったからな。でも最近シャドウの出番もじわじわ増えてきてるから、そろそろスーパーシャドウも見れるんじゃないかと期待してるぜ。間違いないですね。その時を楽しみに待ちましょう。続いては、ソニックの頼れる相棒、テイルスです。
テイルスは2本の尻尾を持つ狐で、その尻尾をプロペラのように回転させて空を飛ぶことができるぜ。また天才的なメカニックでもあり、いつもいろいろな発明品を開発して、ソニックたちを助けてくれます。そんなテイルスのスーパーカーが見られるのは、ソニック初期作品の一つ、ソニック3&ナックルズです。今作は移植版が何本かあるから、今回は最新のソニックオリジンズ版で解説するぜ。今作はソニック、テイルス、ナックルズの3人が操作キャラになっていましたが、3人ともしっかりスーパー化することができるようになっています。ただテイルスに限っては、スーパー化までの道のりが相当長い。テイルスをスーパー化させるには、まずはステージ中でこのような巨大なリングを見つけ、その中に飛び込みます。すると今作のスペシャルステージ、ブルースフィアが始まるので、まずはこれをクリアしましょう。このブルースフィアは、フィールド上のすべての青玉に触れて赤玉に変えればクリアだぜ。もたもたしてるとスピードが上がっていってしまうので、手際よくパッパと進めるのがコツですね。そして見事ブルースフィアをクリアすると、カオスエメラルドを一つゲットできます。まずはこの工程を7回繰り返し、7つすべてのカオスエメラルドを集めましょう。本来であればここでスーパー化の条件達成なんだけど、テイルスの場合はそうはいかないんだよな。7つのエメラルドをすべて集めたら、ゲームを進めてマッシュルームヒルゾーンまで行きます。するとそこで演出が入り、エメラルドの祭壇にワープ。今まで集めたエメラルドが祭壇に収まり、輝きを失ってしまいます。ここから、テイルススーパー化計画の後半戦。この演出後はステージ中の巨大リングが虹色に輝くようになっていて、触れるとさっきの祭壇にワークするようになります。そして、どれでもいいので輝きを失ったエメラルドの上に乗ると、新たなスペシャルステージがスタート。このスペシャルステージをクリアすると、エメラルドに輝きを取り戻すことができます。ちなみにこの時、カオスエメラルドがスーパーエメラルドという宝石に進化したという設定になってるぜ。この作業をまた7回繰り返し、すべてのエメラルドをスーパーエメラルドに変えることができれば、ようやくテイルスのスーパー化が解放されることになるんですね。本当に長い道のりだぜ。合計14回スペシャルステージをクリアしなければならないので、かなりハードルは高いですね。ここまでゲームを進めることができたら、ステージ中でリングを50枚以上集めて、ジャンクからの三角ボタン。プレステ4以外のハードで遊んだ時は、三角ボタンに対応するボタンを押してみよう。するとテイルスが光り輝くようになり、周りに何羽かの小鳥が飛び回るようになります。これが、スーパーテイルスです。スーパーテイルスは常に無敵状態ですが、時間経過とともにリングが減っていき、0枚になるとスーパー化が溶けてしまいます。このあたりは、ソニックやシャドウのスーパー化と同じだな。ですがスーパーテイルスには、他のキャラにはない、ある特殊能力があります。それは、テイルスが連れてるこの小鳥たち。彼らはフリッキーという名前なのですが、このスーパーテイルス状態だとなんと、フリッキーたちが自動で敵を倒してくれるんです。これほんと強すぎ。ボスにも自動で攻撃してくれるから、もはやテイルスは何もしなくていいという。スーパー化まで手間がかかる分、非常に強力な性能になっていますね。てか下手したらスーパーソニックより強いんじゃないか？その説はありますね。もしかしたら、誰よりもスーパー化のポテンシャルを秘めているのは、このテイルスだったりするんでしょうか。続いては、元祖ソニックのライバル、ナックルズザエキブナ。赤い体を持ったハリモグラで、腕っぷしの強さが自慢です。普段はエンジェルアイランドという空飛ぶ島で、マスターエメラルドという巨大な宝石を守護しているぜ。非常に真面目で責任感もありますが、少し融通が効かないところがあり、エッグマンなどに騙されてしまうことも多いですね。めちゃくちゃ強くてかっこいいのに抜けたところもあるのが、ナッコの最大の魅力だぜ。そんなナックルズがスーパー化したのは、テイルスと同様ソニック3ナックルズでのこと。スーパー化までの道のりも基本的にはテイルスと同じですが、ナックルズの場合は、最初にカオスエメラルドを7つ集めた時点で、もうスーパー化解放です。その状態でリングを50枚入手し、ジャンクからの三角ボタンでスーパー化することができます。テイルスと比べるとだいぶ楽だな。ナックルズがスーパー化すると、ナックルズが光り輝くようになり、常に無敵状態になります。時間経過でリングが減っていくというのも、他のキャラと同様ですね。ですがナックルズの場合は、ここからさらにもう一段階進化することができます。さっきのテイルスをスーパー化させる手順の後半戦。カオスエメラルドをスーパーエメラルドに進化させる工程をナックルズでも行うと、なんとスーパー化を超えた究極の進化、ハイパー化をすることができるんです。ハイパーナックルズは、体が光り輝くのはスーパー化した際と同じですが、動くと残像が見えるようになります。さらにハイパーナックルズ専用の特殊能力も持っていて、なんと壁に張り付いた際の衝撃波で、画面内の敵を全滅させることができるんです。この能力ほんと強すぎー。最近ネタキャラ感が強いけど、やっぱりナックルズって相当な実力者だよな。今のところハイパー化までできるのは、ソニックとナックルズの二人だけですからね。あのシャドウですらハイパー化はしていない。このあたりは、さすが元祖ライバルといったところでしょうか。ちなみにナックルズに関しては、この他にソニックザ・ヘッジホッグ2という作品でも、7つのカオスエメラルドを集めることでスーパー化することができるようになります。こっちはスーパー化までで、ハイパー化することはできないから注意だぜ。また、一つ前のテイルスがスーパー化できるのはあくまでおまけ要素なんですが、このナックルズに関しては、ソニックの物語中でもちゃんとスーパー化できることになってるようです。2022年発売のソニックフロンティアに、それらしきセリフがあったな。
ぜひ最新のソニックでも、ナックルズのスーパーカが見てみたいところだぜ。続いては、ソニックシリーズのヒロイン、エミーローズ。ピンクの体を持ったハリネズミで、とにかくソニックのことが大好き。戦闘では愛用のキコキコハンマーを使って、ソニックカオマケの活躍を見せます。このエミーがスーパーカを果たしたのは、2023年発売のソニックオリジンズプラスでのこと。このソニックオリジンズプラスでは、ソニック初期の4作品に、操作キャラとして初めてエミーが加わりました。そしてその結果、エミーのスーパーカも解放されることになったのです。エミーのスーパーカは、基本的にナックルズと同じやり方になります。ソニック2かソニック3&ナックルズでスペシャルステージをクリアし、カオスエメラルドを7つゲット。その後ステージ中でリングを50枚入手し、ジャンプからの三角ボタンです。まさかスーパーエミーが見られる日が来るとはな。スーパーエミーの能力は他のキャラのスーパーカと同じで、基本的には常に無敵状態。リングがなくなったら元に戻るというものです。ソニック3&ナックルズの方でスーパーエメラルドの下りをやっても、特に何も変わらなかったぜ。さすがにハイパーエミーはないようですね。スーパーエミー専用の能力なども特にはないですが、それでもソニックファンからすると、エミーがスーパー化しただけでも狂気乱舞です。ほんと遊んでて楽しかったぜ。ちなみに余談なんですが、ここまでの解説を聞いて、初代ソニックザ・ヘッジホップではスーパー化できないのか、という疑問を持った方もいるのではないでしょうか。実は初代ソニックザ・ヘッジホップでは、スーパー化はできないんです。というのも、初代ソニックザ・ヘッジホップにはカオスエメラルドが6つしかないため、シンプルに数が足りないんですね。スーパーカには7つのカオスエメラルドが必要だから、普通はどうあがいても厳しいぜ。ですが、実はあがき用によっては、初代ソニックザ・ヘッジホップでもスーパーカができるようになります。これはソニックオリジンズ、またはソニックオリジンズプラスでの裏技になりますが、まずは初代ソニックザ・ヘッジホップのタイトル画面で、上、下、左、右、と入力。リングの音が鳴ったらスタートします。するとご覧のようなアクトセレクトと呼ばれる画面に入るので、この画面右側のマックスエメラルドの数字を、7に変更しましょう。これで初代ソニックザ・ヘッジホップにも7つのカオスエメラルドが出てくるようになるので、スペシャルステージを7回クリアして全てのエメラルドを集めれば、初代ソニックザ・ヘッジホップでもスーパー化することができます。ちなみに、新たに追加された7つ目のスペシャルステージはめちゃくちゃ難しいから、我こそはと思う人はぜひ挑戦してみてほしいぜ。ここまでやりきれば、あなたもソニックオリジンズの真のマニアの仲間入りです。続いては、異世界からやってきた炎の使い手、ブレイズ・ザ・キャット。2005年発売の DS ソフト、ソニック・ラッシュで初登場したキャラクターで、ソニックたちの世界とは異なる次元に存在する、ソル公国という国の公女様です。落ち着いた振る舞いで冷静沈着な口調をしてるけど、その内面は熱く燃える情熱の持ち主。それでいて実は高いところが苦手だったりと、非常に魅力あふれるキャラクターですね。またブレイズは、炎を操る力を持ったキャラクターでもあります。デビュー作のソニックラッシュではソニックとダブル主人公も務めましたが、ブレイズを操作するパートでは、炎を使った様々なアクションで、プレイヤーを楽しませてくれましたね。そんなブレイズが変身するのは、デビュー作のソニックラッシュ、およびその続編であるソニックラッシュアドベンチャーです。厳密に言うとスーパーカではないんですが、非常に似た変身姿であるため、一緒に紹介してしまおうと思います。ブレイズの世界にはソルエメラルドという宝石があり、これを7つ集めることで、ブレイズはバーニングブレイズという姿に変身することができます。このソルエメラルドについてはまだまだ謎が多いけど、カオスエメラルドと同じく7つ集めれば変身できること。またブレイズの世界とソニックたちの世界を行き来する際にも、このソルエメラルドの力が必要だということがわかってるぜ。ソニックラッシュではストーリーの進行に合わせてソルエメラルドが集まっていき、ラスボス戦でバーニングブレイズに変身。スーパー化したソニックと共に、ラスボスとの激闘を繰り広げました。このラスボス戦では、ソニックとブレイズが交互に戦闘を行うぜ。ブレイズパートではブレイズの火の玉で相手に攻撃するのですが、一定時間ための時間があるため、なかなか当てるのに苦労した思い出がありますね。続くソニックラッシュアドベンチャーでは、ソルエメラルド集めもやり込み要素に。ソルエメラルドミッションをクリアすることで、ソルエメラルドを一つゲットできるという仕様になりました。そして今作でも、ラスボス戦でバーニングブレイズに変身。今作では、ソニックとブレイズがいつでも交代できるようになったぜ。さらにブレイズの火の玉も連射ができるようになったので、前作よりかなり扱いやすくなりましたね。このようにバーニングブレイズは、スーパー化ではないものの、それと同等の力を持った姿になっています。このソニックラッシュアドベンチャー以降ゲームでは登場していませんが、ぜひ 3D ソニックでも変身して、ソニックとの共闘シーンを見せてほしいですね。最後にご紹介するのは、ソニック、シャドウに次ぐ第3のハリネズミ、シルバーザ・ヘッジホップ。2006年発売のソニックザ・ヘッジホップ、通称シンソニで初登場したキャラクターで、未来からやってきた、超能力を操るハリネズミです。荒廃した未来世界を救うため、ソニックたちの時代にやってくるぜ。最初は敵に騙されてソニックと敵対していましたが、その後誤解が解けて、最後はソニックたちと共に世界を救いました。そんなシルバーがスーパー化したのは、シンソニのラスボス戦。ソニック、シャドウと共にスーパー化し、ラスボスであるソラリスと激闘を繰り広げました。スーパー化したシルバーは、超能力が大幅にパワーアップしてるぜ。
巨大な魔法陣のようなものを出せるようになり、一度に操れる物体が劇的に増えています。これでソラリスの飛ばしてくる岩を受け止めて、ソラリスに打ち返すんだよな。この相手の攻撃を利用するスタイル、本当に夢がある。他のゲームでもなかなか見ない、シルバーならではのアクションですよね。ただこの超能力は扱いもかなり難しくて、欲張って岩をたくさん持ちすぎると、岩同士がぶつかって壊れてしまいます。そのため、ある程度集めたら早々に打ち返してしまうのが危機ですね。あとこの時のシルバーは、セリフがめちゃくちゃ熱いのもいいんだよな。未来の世界を破壊した元凶。それを前にした時のシルバーの心の叫びは、我々プレイヤーにもとても響いてきますね。しかも恨み節を言うわけじゃなくて、常に前向きな発言をしてるのもまた良いぜ。シルバーマジ主人公。シルバーはソニックともシャドウとも違う、直球ど真ん中なヒーローです。ソニックは少し斜に構えた性格をしていますし、シャドウはダークヒーロー的なキャラクター。そんな中でシルバーは、曲がったことを許さない強い正義感を持った、王道のヒーローのような性格をしていますね。この3人のハリネズミたちは、みんな全然違ったキャラをしててすごくいいよな。全員高校生は違いますが、全員主役を張れるポテンシャルを秘めてますよね。シルバーは他の2人に比べてまだ出番が少ないですが、今後どんどん活躍していってほしいです。以上、ソニック以外でスーパー化したキャラ6選でした。みんなめちゃくちゃかっこよかった。いつかとんでもなく強大な敵が立ちはだかった時に、今日見てきたみんながスーパー化して全員で戦ったりしたら、最高に盛り上がるだろうな。それは絶対に見てみたい。そこまではいかなくとも、スーパー化した者同士の共闘はめちゃくちゃテンション上がるので、またゲームのラスボスなどで見せてほしいですね。今後のソニックシリーズに期待だぜ。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。